振動数は絶対測定値であると。これ絶対測定値っていうのは何を言ってるかっていうとですね、まあ、シャフトの硬さが R とか S とかということじゃなくって、そういうこの相対的な指標じゃなくて、まあ、数字であるっていうことですね。で、振動数で言ってしまえば、振動数250って言ってしまえば、キャラウェイでもテーラーメイドでも比較できますよというのがこの絶対測定値の意味なんですけど、まあ、これ実際のところはどうかっていうとですね、まあ一部正しいと。まあ、全面的に true ではない。正しくはないと。これなぜかっていうとですね、数字であることにはこれ間違いないんですけど、これ比較には使えないです。なぜかっていうとですね、この測定条件がですね、全く同じだったらいいんですけど、まあ、ほとんどの場合ですね、このグリップのチャッキングですとか、クラブの長さ、ヘッドの重さ、グリップの形状、硬さ、シャフティングデプスとは異なりますので、まあ、基準もないので、比較には使えないと。ということで、この絶対測定値というには、まあ、一部は正しいんですけど、まあ、全面的に正しいとは言えないと。で参考にですね、日本ゴルフ用品協会が、シャフトの硬さ測定基準に関するガイドラインということで、測定方法を定めています。でこれによりますとですね、ヘッドの重さとシャフトの長さを決めているので、まあ、これさっきの振動数の式なんですけど、まあ、こことここが固定されるの で振動数を測ってやるとだいたいこの硬さに対応しますよということ でこのように測定方法を厳密に定めた場合に限っては振動数の数値をシャフトの硬さとみなして、問題ないです、まあ、ただしこれはですねこうシャフト単体ですよ。でクラブにして組んだ場合はですね、まあ、ここのヘッドの構造が違いますので振動数は、変わります。でヘッドの構造とかグリップの入れ方はメーカーによって違うので同じ振動数でも比較には使えないです。